フォントネスイコールボアは、フランス、イルドフランス地域圏、バルドマルヌ圏のコミューン。バンセンヌの森の北端と接し、パリから約3キロメートル離れている。フォントネートは、かつてこの領域内で流れ出ていた泉に由来する。フォントネーという名のコミューンは国内に31カ所あり、他と区別するためバンセンヌの森にちなみ、ボイスをつけた。現在の名が定着したのは、 比較的最近で、18世紀には、フォントネ・シュール、ル・ボイス・デ・ヴィンセンズ、19世紀には、フォントネ・シュール・ル・ボーイズと呼ばれた。ルブフ修道士が記した、パリ司教の歴史によれば、初めてフォントネーが記録されたのは847年で、ある。シャルル5世は、フォントネへの泉の水を、ボーテ・シュル・マルヌの城へ供給していた。水道管は村落を通過していた。王の自由民たちは、 水道管の洗浄と管理を行う代わり、狼狩りをする特権と税収を得ていた。アンシャンレチーム時代にフォントネー領主であったのはサンビクトル修道院であった。ワインの生産が一体の重要な経済活動であった。ありがとうございます。